皆さんこんにちは。銀道講演会の戸張公恵と申します。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。まだまだねコロナが続いておりますが、もう皆さん元気してますか？詩吟お勉強できてますか？詩吟はですね、声を出さなくてもできますよ。私のね、YouTube を見ながらぜひね勉強していただきたい。一人でもね多くの方がやめないでください。こんな素晴らしいものはないですからね、ぜひやっていただきたい。その一つには皆さんもう分かってますよね、詩吟は他にはない内臓を鍛える運動であるっていうことね。皆さん内臓が弱くなっちゃうとどんなに長生きしても皆さん周りの人に迷惑かけますよね。内臓が元気だからこそ元気で長生きなんですね。だからといってね、年寄りばっかりじゃないですよね。若い人もいますよ。うちの孫も一生懸命歌ってますよ。詩吟は元気に楽しくやるものですからね、ぜひね一人でも多くの方にこう代々ねこう受け継いでいただきたいと思います。そしてですね、今日はお知らせがありましてアップしました。実は第7回日本詩吟協会の芸術祭、もう3年ぶりかな、もうなんかね随分前にねやるよって言ったと思うんですけど、コロナでね何年もこう中止になりましたね。でも企画構成銀セミシグレっていうのを日本詩吟協会でやります。皆さん本当に練習してますからね、ぜひねこれはねお見逃しないように見ていただきたいと思います。でね、これからねどん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 出てくると思いますが、なんとねこれ AFF の授業の一つとして取り入れられることになったんですよ。もう本当先生たち頑張ってらっしゃいますよ、ね、皆さんのために頑張ってます、ね、なのでぜひねこれを見逃しのないように見ていただきたい。セミシグレ知ってますか？ NHK でもやってましたよ。私はしっかりねDVD を買いました。もう何回見ても涙が出ちゃう。しかも私ねこれね、そのね福ちゃんのね最後の方のね歌を歌うんですよ。とってもねもう文志郎とねの歌なんですけど、もう泣いちゃってね歌えなかった。あと難しくて歌えなかったね。でもね内田先生一生懸命作ってくれた曲ですから、私もねもう毎日毎日何年も何年も歌ってね、やっとねこの難しいんですよ、新開始なんです。でね取れなくてねもう何回も音を上げようと思いましたが、そんなこと言ってられませんよね。しっかりとね衣装をまとって演じたいと思っております。これはね令和4年10月の8日土曜日12時開場1時開演、曳舟文化センターの大ホールで行います。まだねチケットありますよ、なんとか残ってますよ。皆さんのためにまだね買ってない方はぜひね購入していただきたいと思います。日本詩吟協会会員さんまでご連絡いただければ、もちろん私でもいいですよ、知ってる方がいたら知ってる先生でもいいですよ、購入していただきたいと思います。もう売り切れになってしまう前にぜひお願いいたします。曳舟文化センターってねすごくね大きくて綺麗でね、駅から近いですから、で結構意外とね電車長くってもね1本で行かれちゃう便利なところなんですよ。私も行ってみてびっくりな感じなんですけどね、ぜひねお見逃しないようにお願いいたします。そしてね皆さんにもう一つ、私たちの夢と希望に向かって第4弾になりますよ。もうねこれが、なんと詩吟劇、先生が一生懸命この長いね物語を凝縮凝縮して40分ぐらいに抑えてくださって、私の、夢と希望に向かっての中で詩吟劇を行います。10月の29日です、こちらはね。そしてなんとあの寺子屋の中から、参加していただける方が出ております。とっても素晴らしい曲をね三沢先生にいただいて頑張ってますよ。ちょっとね遠いんですよ、
神戸の方なんでね。でもね、あのオンラインとかしながらね、私もそっちに行きますからね、あの練習してしっかりとね自信をつけて帰っていただきたい。すごいメンバーなんでね、あの彼女もびっくりしてますけど、すごいメンバーで送りますから、とっても勉強になると思いますしね。で、皆さんにね、今日はその宣伝だけじゃね申し訳ないので、発表会の心得っていうのをちょっとお話ししたいなと思います。今回ね、このセミシグレをやるんですけれども、まず皆さんね、例えば発表会でこの歌を歌う決めますよね。決めたらもう何回も読んでくださいよ。100回ぐらい読んでくださいよ。アクセント通りに、これ歌舞伎読みでしたね、歌舞伎読みで読む、アクセント通りに読む、暗記するぐらい読む、100回読む。そして次は曲、伴奏を100回聞く。鼻歌でね、こんな声いらないですよ。伴奏が流れてそれに鼻歌でいいんです。100回聞く。そしてそこまでやるとね、歌詞もね半分ぐらい覚えるの。それとイメージが湧いてくると思います。で、絵を描いてください。これは歌詞が間違えないようにする一つの方法でもありますよ。例えばね、今度例を出すとね、杉の森御殿っていうね、橋本玉泉先生が書いてくださった詩がございまして、これがねセミシグレに出てくるんだけども、ちょっと聞いて。静かで胸に響く二人の心情、追っては迫る路地裏の影、森の御殿は近し恩師の館、文士郎福との幸せの道連れっていう詩文なんです。これ絶句なんですけど、福とね文士郎が子供を抱えて追ってから逃げて、その恩師の館にね向かう時、福は幸せなんですよ。文士郎に会えた。でも、ね、自分は違うね、違う方の子供を抱いていて、文士郎に連れられて逃げる。文士郎は逃がしてくれている。せっかく素敵な再会なのに、福の気持ちは複雑です。でね、そんなことを考えながら伴奏を聴きますよね。そしてね、ちょっと描いた私の絵、こうやってね、文士郎が福の子供を抱っこしてんですよ。竹やぶがあってね、夜暗い道を早歩きで二人でね歩くんです。でももう服は我慢できなくて、文士郎の着物をねちょっと裾をつかむんです。文士郎は立ち止まって振り返ります。そして服を見て抱き合うんですよ。そうするとね、赤ちゃんが泣き出しちゃってすぐ離れるんですけど、そんなことをしながら夜の道を早歩きで恩師の館に向かう、その時の歌、杉の森御殿なんですね。なのでこんなイメージで、例えばいいんです、うまくなくてへのへのもへじでもいいんです。イメージで、あーこういう感じかな、こういう感じかな、書いていくとね、歌詞ってね結構スルッと入るんですよ。そしてあとは演じなきゃいけないですからね。この歌を見てね、自分は何になるか、この杉の森御殿の状況がね書かれている詩吟なんですけども、自分は文士郎になるのか、福になるのか、それとも他人でね、今の状況を語り手になるのか、それによって歌い方って違うんですよ、ね、全然違うんですよね。そして衣装も変わりますね。なので自分は何になるのか、
そういう風に突き止めていくと、きっと素敵な人を感動させる詩吟が歌えると思います。はい、そしてね、私はね、最後の方のこの服をやるって言ったね、もう本当に最後の最後の方なんですけど、恋、恋は盲目、思い通りにならないけれど、私の愛に応えてほしい。私はいつもあなたのそばに、あなたもいつも私のそばに。もしも私の願いが叶うなら、私はあなたの夢を叶えます。お願いだから私を見つめて、お願いだから手を取って、お願いだから抱きしめて。こういう歌、これを歌います。私はね、服になります。服になりますよ。そして文四郎に訴えようとする服になろうと決めております。ぜひね、あの、皆さんそれぞれ自分たちの役っていうのがあります。詩吟は歌じゃないんですよ、哀愁歌句です。いかにその気分を乗せて見てる人を感動させられるか、そこにうまいか下手があるんじゃないでしょうか。歌がうまいとか下手とかそうじゃなくて、だから緊張してる暇はないですよ。自分は服なのか文四郎なのか、説明する方なのか、そんな風に自分ってどういう状況でこの歌を歌うのか、そんなことも考えながら歌うときっと素敵ですよ、ね、ぜひ皆さんも楽しみにしてください。この芸術祭はセミシグレ、10月の4日です。曳舟文化センターの大ホールで行います。そして私どもの夢と希望は10月29日川崎市国際交流センター、こちらで行います。こちらは多文化公園ですので、いろんな日本文化の方々が集まります。素晴らしいですよ、もうプロがもういっぱい、もうきっと皆さんも笑ったり泣いたり忙しいと思います。それでは今日は広告でございます宣伝でございますが、どうぞ楽しみにしてください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 Clever moment, come rest on me now. I'm trying to catch them. It's like a field of butterflies.